これは今日大分市の足立市長が会見で発表したものです。去年市が市内の小学5年生と中学2年生などを対象に実施した生活実態調査で初めてヤングケアラーに関して調査しました。その結果、週に3日以上家族の世話をしていると回答したのは小学5年生では 3.6%、 中学2年生では 2.5% に上りました。また子どもとその保護者を対象に自分または子どもがヤングケアラーに該当するかという質問も実施されました。ヤングケアラーに該当すると答えた子どもの保護者の多くが該当しないと回答していて、親子間で認識の差が浮き彫りとなりました。これについて足立市長は、親がヤングケアラーに対する認識が不足している面もある、調査のみでなく啓発も行っていきたいとしています。